チャオ、こんにちは。今日はですね、ポルチーニキノコとトマトソースのミックスパスタをやりたいと思います。材料はこちらです。トマトソースね。これはトマトパッサータという、まあ、裏ごししたトマトっていう意味なんですね。トマトピューレとも言います。で、こちらがポルチーニキノコを戻した汁。パンチェッタ。パルミジャンチーズ違うわ。ペコリーノロマーノチーズのすりおろしと、ニンニクと、これはちょっと高級なバルサミコですね。戻したポルチーニキノコをちょっとこのままだと大きいんでカットします。汁は大事なんで絶対捨てちゃダメ。もう6時間ぐらい経ってるんでね、いい出汁が出てます。塩分は 1% から 1.5% です。そこに今日は 250g ね、 2.5 人前ぐらい入れます。パンチェッタ投入します。ニンニクと一緒に炒める、弱火でね。ポルチーニ投入、you
これ重要なんですけども、おうちにも、だし汁を入れるんですよ。そしたら、パンチェッタがよーく炒まったなーと思ったら、ね、ここに行きます。最後は砂が混じってることが多いので、最後の汁だけは、入れない方がいいね。ここにトマトソースを入れます。パスタじゃあやりますかね。パスタの火は一回止めます。その間にこのトマトソースを作る。で、あとは混ぜ合わせるという。ここにチーズをね、すりおろしたチーズを少し投入します。最後飾りでも使う。このまま混ぜます。はい。では今作った、ポルチーニのパンチェッタ入りのトマトソースをいただきます。すごいね。今日かけたバルサミコが12年熟成のバルサミコ、まあ、これがあの本当のトラディショナルバルサミコ酢です。これ工場生産してないタイプですね。でこれを3滴ぐらいかけたんですけど、それだけで全然味が変わるんですよね。素晴らしいです。あのね、高級バルサミコはすごいですよ、これ。12年熟成で、まあこれで大体1万2000円ぐらいかな。100cc 入ってますけどね。別にこれ使わなくてもいいんですけども、まあトマトソースの酸味もあるし、ポルチーニの旨味もあるし、バルサミコの旨味もある。まあもうちょっと僕的には、ミルクがもう少しあった方がいいかなっていう感じでした。まあ今日はそんなところで終わりたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。それではまたお会いしましょう。チャオチャオ。